向こうに行けばいいんだよね。いえ、ここは左側に行くべきですね。あれ？ちょっと道が変わった？ここです。この廊下は覚えてます。僕も行きたい。この先はミハイルの書斎です。最後におじいさんに会ったのはあそこでした。何度も見失ったら渡りきれば目的地だ。この部屋、他のところと全然雰囲気が違うね。ミーサ、やっと来たんだね。クロックボーイ、ここにいたんですね。そうだ、僕たちが初めて会ったのもこの部屋だったような気がします。この壁一面の本はその航海士ミハイルが残した日誌かしら。はい、ミハイルは航海から戻るたび航海日誌を部屋の棚に置いてました。これは彼が世界の隅々まで探検した記録です。ミハイルは僕たちの世界はあの噴水のようなもので、いつからか海水が少しずつ人々の住む場所を飲み込むようになったと言っていました。だから人々が安心して暮らしていける土地を確保するため、ミハイルは海を探検し続け、海水の源を見つけなければならなかったんです。その日ミハイルは僕を書斎に呼び、いつものように航海に出ると言いました。でもその時の彼の表情はとても険しくて、お父さんが最後の航海に出る前も同じような顔をしてたんです。僕は一緒に連れて行ってほしいと頼んだんですが、ミハイルからは僕の冒険はここにはない、家に残って外から聞こえてくる音を辛抱強く待つようにと言われてしまって。音って何の音？ミハイルは空にはもっと広大な海が、星の大海原があると話していました。そしてそこには遠くへ行きたい子供たちを乗せ星の海を走り続ける列車があるって。彼はその列車に乗っている人を知っていて、僕を連れて行ってくれるよう頼むと言っていました。僕が夢にまで見ている旅はそこから始まるんです。列車？それってまさか請求列車。思い出しました、ミハイルのお友達は七死人たちです。彼らは星が引き起こした災いをどうにかするために僕たちの世界に来ていたんです。それからミハイルは自分の懐中時計を僕にくれました。それは彼の宝物で、航海の旅に必ず持っていくものだったんですが、これからの日々は大変かもしれないけど、懐中時計の針が僕に方向を示してくれると言っていましたね。前に進む一歩を踏み出し続けていれば必ず自分の行きたい場所にたどり着けるって。それから何か聞こえたような気が。そう、列車の汽笛です。確か部屋の向こうから聞こえてきて。そうだよミーシャ、それから僕たちは音のする方に向かったんだよね。はい、まだあの時の道を見つけられるはずです。これってドリームメイクパズルだよね。うちらに出口を作らせるつもりなのかな。でも最後のピースはどこで見つければいいんだろう。
ねえ、覚えてる？ここに迷い込んだ時、不思議なピースを一つ拾ったわよね。あ、形はぴったりみたい。このピースもミーシャと関係があるの？どうやら真実が明らかになりつつあるみたいね。このまま出口を出て調べてみましょう。後悔から戻ってくるのを待ってる間、ウェルダーおじさんが僕にこの作業部屋とおもちゃの部屋、それから秘密基地をくれて、ここではゼンマイや歯車の修理について学びました。僕は精密な機械が好きなコンパス号の船長で、クロックボーイやミラーさんと一緒に夢の中で新大陸を探してる。僕はここで生まれ育ちました。つまり夢の泡のこの建物はあんたが小さい頃に住んでた家ってことね。はい、でも少し違います。こう言った方が正しいかもしれません。この夢の泡こそが僕の家だと。全部思い出したみたいね。ちょっと待って、ストップ。なんでうち以外なんか分かってる風なの？どういうこと？美月ちゃん、彼女が前に自分にしか見えないクロックボーイがいるって言ってたのを覚えてる？覚えてるよ。横にいるこの子のことでしょ。でもドリームリーフではうちらにも見えてたじゃん。幼児ちゃんだって挨拶してたし。請求列車のみんなには子供心があるんだね。答えは請求列車にあるわ。彼女の体験からもわかるように、少なくともホタルとヨミにはこのクロックボーイが見えてない。そしてみんなも気づいてるかもしれないけど、ドリームリーフでは列車のメンバー以外誰も彼とちゃんとした会話をしていないの。特定の人にしか見えないミーム生命体、まるで誰かが七死人に残した秘密の手紙みたいね。ねえ、ちょっと気になったんだけど、ミーシャにもクロックボーイは見えてるんだよね。小さい頃から一緒に育った仲良しだって話だし。でもこの子はまだ開拓の道に足を踏み入れてないのに、どうして？それこそが謎を解き明かす鍵なの。美月ちゃん、もう一度よく思い出してみて。クロックボーイの件と同じように、列車組以外の誰かがミーシャと話してるところを見たことはある？それこそが答えです、美月さん。この夢の泡は僕が生まれたゆりかご。僕は記憶行きミームと何ら変わらない夢の中の住人なんですよ。本当は夢の泡の中で皆さんを待つべきだったんですが、現実と記憶が重なり合って無意識のうちにドアを開けてクロックボーイを連れてここから出てしまったんです。じゃあ時計屋が残した夢の泡が空っぽだったのは、中身がなかったからじゃなくて、中身が勝手に出て行ったからだったってこと？あんたが聞いた汽笛って列車がピノコニーに到着した時の音だったの？それも一つの解釈ね。でも
その裏にはもっと長い物語があるはずよ。すべての経緯や明らかになっていない謎についてはやっぱり彼自身に話してもらうのがいいと思うけど、まずはあんたの名前から始めるのはどうかしら。私たちはあんたをミーシャと呼ぶべきなの？それとも、皆さん、この長い旅を思い出させてくれてありがとうございます。改めて自己紹介させてください。僕はプルスミル星系に位置する惑星ルサカに生まれ、航海士ミハイルとシャール夫人の養子になりました。そして老夫婦は僕に宝物をくれた。それは彼らの希望が込められた名前、ラグウォーク・シャール・ミハイル、あるいは略してミーシャ。あなたたちが望むならもっと馴染みのある名前、時計屋と呼んでもらっても構いませんよ。あんたが時計屋本人だったの？残念ながら人々が憧れる美しい夢の大物はもういません。僕は彼の人生の縮図に過ぎないのです。そして今まで皆さんと一緒にいたこの子は、彼の子供時代の美しい夢に出てきた無垢な主人公、クロックボーイの友人で若い見習い、未来の列車の整備士、同時に彼の開拓の生涯の出発点でもあります。僕は人生の旅の最後にこの大切な火種を一番深い夢の奥に残して、後世の七し人たちに託したいと思ったのです。ところがどういうわけか、彼は勝手に夢の泡から出た挙句、使命をすっかり忘れてしまったようで、申し訳ありません。皆さんには恥ずかしいところを見せてしまって。それは彼が生まれながらに開拓を望んでいたからなんじゃない？ミーシャも案内人としての使命は忘れてなかったと思うわ。だからこそ自分のことをホテルのドアボーイだと思い込み、彼女が初めて夢に入った瞬間に現れたんじゃないかしら。気を失っていた彼女をここに運んできたのもミーシャなんでしょ？こうして考えると、私たちは最初から時計屋の遺産とすれ違っていたのに、それに気づかなかったってことになるわね。僕には悪友がいるんですが、その人が言っていました。僕の人生はいつも遠回りしていて、最後には必ずスタート地点に戻ってくると。きっとこれは七し人なら誰もが経験する過程なのでしょう。ですが最後はあなたたちが僕を見つけてくれた。本題に戻りますが、皆さんがここに来たのは時計屋の遺産が何かということに関心があるからですよね。僕のハウンドが性格や大物の財宝については話していると思いますが、申し訳ありません。性格については事実ですが、ミハイルの財宝はただの巷の噂に過ぎないんです。僕は幼い頃に故郷を離れ開拓の旅に出ました。様々な場所を訪れ、最終的にアスデナで足を止め、僕と友人は最初のピノコニーを築き、今までその未来のために努力を重ねてきたのです。僕は生涯前に進み続け、行く手を阻む障害を打ち破るために全力を尽くしてきました。しかし結局僕の道も終わりにたどり着き、肉体はボロボロに壊れた機関車のようになり、後世に残せるような価値ある財産も何も残っていませんでした。ですからこのポンコツ機関車に遺産と呼べるものが残っているかと聞かれると、
今もエンジンボイラーの中で燃え続けているものしか、それに当てはまるものはないでしょう。今のピノコニーの状況はあなたたちも知っての通りです。当然僕はこの世界を正しい軌道に戻すために誰かに手を貸してもらいたいと考えています。ですがその決断はあなたたちが下すべきもの。開拓の道は他人によって敷かれるものではありませんから。なのであなたたちには一つの物語と二つの贈り物だけを残そうと思います。これを受け取ってください。僕の懐中時計です。これは長い旅をしている間、何も知らない愚かな少年が前に進めるようずっと導いてくれていました。そのおかげで多くの偉大な人々と今日まで共に歩むことができたんです。それから僕の帽子を、僕をナビゲートしてくれた人がそれをかぶせてくれたんです。それ以来開拓の旅は永遠に終わらないという非現実的な考えを抱くようになりました。さあ次はあなたたちが選択する番です。決心がついたらそのドアを開け、ある老人の長い夢の中に入ってください。僕はこの時の廊下の果てで皆さんをお待ちしています。さあみんな決断を下しましょう。まあ異議を唱える人はいないと思うけど。あんたね、ちょっとは空気読んでよ。ここまで来たんだから前に進む以外の選択肢なんてあるわけないでしょ。投票結果は2対1ね。それじゃあみんなでこの夢の終点に行ってミハイルに私たちの選択を伝えましょう。ルサカを救うために立ち上がらなきゃいけないんだ。ミシャ、それが私ではいけない理由があるのか。行かないで。ねえ、お願い。それか、僕も連れて行って。お願い、離れて行かないで。私がいなくても、お前はどうやって前に進めばいいか知っているだろう。勇敢なミーシャ船長、コンパス号が待ってるぞ。お前は私よりもすごい冒険家になりたかったんじゃないのか。行きなさい、あの列車に乗り、そして自分の旅を始めるんだ。ミハイル、どこに行くんだ。ラウンジの掃除をしてきます。車掌さんと約束したので。待て、行く前に答えてほしいんだが、この時計はお前が直したのか。え、あ、はい。俺はこの時計がどんなだったか知ってる。鎖は切れ、裏蓋は壊れ、文字盤もほとんど見えないくらい摩耗してたのに、どうやって直したんだ。どうやって直したかはうまく言えないんですけど、直せることは分かったというか。針です。アムンゼンさん、時計の針はまだ動いていて正しい時間を指していました。だから他の部分もなんとかなったんです。お前、これからは俺と一緒に働け。
ずっと列車をいじりたがってただろ。今日からお前は列車の整備士だ。車掌には俺がうまく言っといてやるから。でも僕は時計の直し方しか分かりませんし。心配するな。一つ分かればおのずと他のことも分かるようになる。足りない部分を補えばいいんだ。俺が教えてやる。ラグウォーク、どこへ行くんだい？そろそろ次の目的地へ出発する時間だよ。僕は行かないかもしれない。実はラザリナやティエルナンと一緒にアスデナに残ろうと思ってるんだ。おや、ここは君に故郷を思い出させたのかな。アスデナの人々は小さな勝利を手に入れただけで、本当の自由にはまだ程遠い。ハヌヌは僕たちを必要としている。大丈夫、全ての旅が星の海へと向かうわけじゃないから。列車を離れても僕たちの開拓は終わらないよ。いや、君たちを引き止めることができないのは分かってたから。安心して行っておいで。あと、これも持っていくといい。これはアムンゼンさんの帽子。どうして？彼がいなくなるとき、それを自分の一番弟子に渡してくれって頼まれたんだ。今がその時だと思って。さようなら、ラグウォーク。ティエルナンとラザリナの面倒を見てやるんだよ。それから僕たちに手紙を書くのも忘れないでね。時計屋、どこに行くんだ？心配するな、ミカ。ちょっと遠出するだけだから。誰かが青函開拓の最前線に行かなくちゃならないんだ。今のピノコニーには元七死人が一人しかいない。僕では行けない理由があるのか？あんたしかいないからこそだよ。ティエルナを忘れたのか？銀河は昔と違ってすごく危険なんだ。あんたまで失ったらピノコニーはどうなる？逆に聞くが、僕たちが活路を見出せなかったらピノコニーはどうなると思う？ティエルナ、忘れるはずがない。眠れない夜はいつもどうして彼と一緒に旅立たなかったのか自問しているからな。七死人の歩みは止まらない。大丈夫だ、ミカ。ただ昔の仕事に戻るだけだから、心配しないで待っていてほしい。だが、もしもの話だが、もし僕が生きて帰ってこられなかったら、次の時計屋は君に任せたい。じいさん、どこに行くんだ？おや、いたのか。俺の質問に答えてくれ。あんた、何をするつもりだ？肩の力を抜きなさい、ギャラガー。ただ素晴らしいアイデアを思いついたんだ。聞きたいか？もうやめてくれ。あんたのアイデアは自分の身を顧みないものばかりだ。じいさん、こんなこと俺も言いたくないが、ピノコニーのかつての英雄はもうあんたしかいないんだぞ。もしあんたが死んだら、性格の秘密はもう二度と日の目を見ることはないだろう。そうだな。もうピノコニーが歩める道はないのかもしれない。だからアスデナの外に目を向けるしかないんだ。盛大な宴を開こう。時計屋の遺産を口実に、そして全銀河に招待状を送り、人々をここに集めるんだ。自分の自暴自棄にファミリーを巻き込むつもりか？まだ君がいるだろう。これは確かに難しいことだが、これまで歩んできた道の中で難しくないことなんてあったか？
ああそうだ、どんな方法を使っても構わないから必ず請求列車に招待状を届けることを忘れないでくれ。ミーシャ、どこに行くんだい？ああ、クロックボーイ、ドリームリーフに連れて行ってくれないか。昨夜、とても長い夢を見たんだ。僕たちが出会ったあの日の夢を、その夢を記録に残したい。記録に残したいって何のために？大事なことを忘れないようにするためさ。クロックボーイ、君はまだ自分の名前の由来を覚えているかい？もちろん覚えてるよ。君は子供の頃時計工房で暮らしてて、壁掛け時計や懐中時計と一緒に育ったって、みんな最高の友達だったって僕に話してくれたじゃないか。そうだな。だがこの話の裏に面白い誤解があったことは話していなかっただろう。まだ幼かった頃のある特別な懐中時計のことが深く記憶に残っているんだ。その時計はいつもおじいさんと一緒に海に出て、彼のために進むべき方向を示してくれていた。僕もそんな懐中時計が欲しいと思っていたんだ。そんな時、君が僕の夢に現れた。そうだよ、僕たちは毎晩コンパス号に乗って出航するんだ。だが知っているか、おじいさんがその懐中時計をくれた日、僕は初めて気がついた。それが懐中時計ではなくコンパスだったということに。だから君の名前は本当ならコンパスボーイになるはずだったんだ。そして時計屋こそが名無人なのさ。ドリームリーフに着いたよ。それでどこに行く？クロックボーイ、僕はもうどこにも行きません。